これは寄らないです。はい、ではやっていきます。梅ちゃんの喜怒哀楽ゴルフチャンネルです。今日はアプローチの方で新しく説明していきたいと思います。で、アプローチなんですけど、プロゴルファーと70代の方も確かに多少は違うんですけど、大きく変わるのが、まあ、70代の方と100打つ方、まあ、この30代の差ってアプローチだけでは埋めれないかもしれないですけど、アプローチで埋めれる部分ってどこなんだろうなって僕が結構見てきた中で、まあ、よくいるアプローチが苦手な方の傾向ですね。距離感が苦手とか、あのボールにヒットするのも苦手っていう方の傾向をちょっと今回の紹介で何か参考にしていただければと思います。はい、ではアプローチなんですけど、よくまあ皆さんアプローチってスタンス狭くしてクラブ短く持ってハンドファーストで少しオープンスタンスで、だいたいこうやって教える方が大体だと思うんですよ。まあテレビで見るのももしかしたらそういう方が多いなって思うかもしれないんですけど、その打ち方云々をまずは置いておいてもいいかなと思います。このアプローチで僕が大事にしているのはここです。目ですね。目ってなんだとは思うんですけど、目線っていうのがすごい大事なんですよ、アプローチって。例えばですけど、こっからあそこの、まあ、約45ヤードぐらいのところにピンが立ってるんですけど、まあ、ちょっと打ち下ろしなんで本コースとはちょっと変わったりするんですけど、例えばあれが平面にあるときに、皆さん45ヤードぐらいのアプローチでどういうふうにピンを見ますか？僕45ヤードのピンの見方とか、例えばもっと近かったら、例えば10ヤードでちょんって転がすだけのアプローチとかの目線っていうのをすごい大事にしてます。まず100以上打つ方、まあ、90から100、100以上打つ方はよく多いのが、45ヤードに対して漠然とピンを見てしまう方ですね。普通にこうやって45ヤードのスタンス取るんですけど、こういった見方ですね。45ヤードこれは寄らないです。なんでかというと、やっぱりボールを打つ動作の中でボールが飛んでいくっていうイメージがなく見えてしまいます。なので実際に打つ動作にやっぱ寄せなきゃいけないのもあるので、まず一つに構えたところで自分が打っていく目線でしっかり目標方向を見れるとまずはいいかなと思います。まあ、こういった感じですね。まずボール見てっていう動作で目標方向をまず見るのが一つです。そうすることによって飛球線の意識ができるので、例えばですけど目標方向を見たところからボールが逆にこう飛んでいくスピードと逆算して、そのまま打つっていう動作に入れるので、すごくこう再現性を少し生みやすくなります。で、目線なんですけど、例えばじゃあ次は10ヤードですね。10ヤードも皆さん短く持ったりとか小さくこう構えたりするんですけどっていう見方が多いですけど、10ヤードって皆さん転がすにも落とすなんてすぐそこじゃないですか。なのでそのすぐそこに落とすってことは、落とし場所にフォーカスしなきゃいけない。本当にそこに集中するために目線ですね。ここに落とすんだよっていう目線の作り方です。で、10ヤード見てそこで、ここに落とすんだよ、まあ、今ここで打ったら音が鳴ってしまう、例えばですけどこの先ですね、この先に落とすんだよっていう意識で見てそこに打つ、こういった目線の作り方がまずはあのアプローチの距離感や、ボールにヒットするイメージっていうのがすごく出てくるので、すごく大切です。で、次にこの目線からなんですけど、次はボールの位置に少し説明を加えていきたいと思います。簡単に言うとですけど、球を上に打ちたい、例えばロブショットですね、まあ、ロブショット 100打つ方はなかなかしないかもしれないですけど、まあ、例えば少し砲台グリーンでその打ち出しだけでも少し 高くしたいっていう方は、結構ボールの位置など何もいじらずに目線だけ高くしちゃうんで、このまま打ってしまうとクラブが下から入ってダフります。まあ、あとはトップもありますね、跳ねちゃうんで。なのでそこを少し
揃えていくためにはどうするか。じゃあボールが普通に構えたところで目線にするを上にすることによってずれてしまうのであれば、ややボールを左に置いてここで当たる、円運動の中でここで当たるんではなくてここで当たるような意識で、ここだったら登っていくところっていうんですかね、アッパーブローに近づくところで当たるようなので、ロフトが増えていくあたりでボールが当たるようになります。なのでこれができることによってロフトが少なくならないので、自分が思い描いている弾道に近づける一つの方法になります。なので最初普通に構えたところから高くするのではなくて、やや左に置いたところで高くすると、そのまま打っても高くなります。なのでこういった目線の使い方、そして逆に低い球を打ちたかったら、ボールが真ん中にあってこうだとこう振っちゃいそうで、それをまた手やとシャンクをしたりするので、極端にすぐそこに落としたかったら、ボールを右に置けば置くほど肩がこう傾いてくるので、目線を低く取りやすくなります。なのでこの状態でって打ってあげれば低い球になるので、その目線の使い方っていうのを少し、アプローチの一つで高さを変えたりとか距離感を少し出したり、逆にピッチエンドランとかランニングアプローチとかのイメージもやっぱり目標物に対して目線を落としたり上げたりすることで変わったりするので、そういったところを気をつけながらアプローチしていただけるとスコアメイクにつながるかなと思います。で、今回はこのアプローチで目線とボールの位置っていう関係性を少し説明していったんですけど、こちらの方を皆さんのスコアメイクに、70代の方はこういうのが結構できている方が多いなって思いますし、その70代と比べてしまうと100前後打ってしまう方はすごく目線がこうバラバラだったり、逆に言ったら一定すぎてもう合わなかったりとかするので、そういったところを気をつけていただければと思います。ではこの動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、もしなんかこの動画良かったよとかコメントをいただけたらとても嬉しいので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ではありがとうございました。